ナムダ戦場混合、ナムダ戦場混合、ナムダ戦場混合。庄司実相義昼間読み終わりましたけれども、解説の部分を読んでいきます。戸田先生の解説を読んでいきます。ゆるゆると、いきます。解説1、本書の特徴、特質。本書はその表題の示すがごとくに、庄司実相を説いたものであるといっても、それは我々が使用する言語、文字の成り立ちがどうであるとか、それをいかに発音し使用することが真実の相であるとかいうようなことではなく、この我々の使用する言語文字がそのまま我らを生かしている生命体としての宇宙の働きであり、それが一切を生かし一切を照らし一切を育って一切を含んでいる発信物のささやきであり、呼びかけであることを身をもって体験することを言うのである。それは単に我らの音情、言語、文字に限ったわけではなく、鳥の鳴く声も、松吹く風も、水のせせらぎも、いわゆる形成、すなわち兆候国、ならぬはないのである。ただに耳に聞きうる音情、言語のみでなく、見るもの、嗅ぐもの、味わうもの、ふるるもの、さては心に考えるすべてのもの、何一つとして発心の呼びかけであり、ささやきであり、説法でないものはないので、大師はこの六尋の世界の動きたる広い意味のあらゆる文字をもって、ことごとく発心物の説法とするのである。その義手を最も具体的に、あらゆる証券を挙げて切示し、明らかにしたものが本書である。大師の宗教はインド出現の釈尊にその根源を発する仏教の流れを組むものではあるが、歴史上の単なる釈尊そのものを崇拝するのではなく、その釈尊をして各者たらしめた根本仏としての発心仏を崇拝し、これを基本とするところに特質があるのである。かの歴史上の釈尊はすでに涅槃の雲に隠れて、今は現在しないけれども、現在はですね、目の当たりにいらっしゃらないということだと思います。今は現在しないけれども、その釈尊をしてブッダたらしめた根本仏としての発心は、常しえに常に現存して宇宙の一切を包み、一切を貫き、常に光明を放って、常に説法し、常に一切をどして、救ってですね、しばらくもやむ時がないのである。しかも凡夫はその真実に徹する心の目と心の耳とを許せないがために、それを見ず聞かざること、あたかも太陽はカクカクとして輝いておっても、亡者はこれを見ることができないし、雷帝は地を震わしておっても、ろう者は聞くことができないようなものである。この発心物の説法を力説し、いろいろの事例をもって宇宙の神秘を回避したところに本書の特質があるのである。第2節、本書の転居。大師は本書において庄司実相を説き、発心説法の妙手を開陳せられているのであるが、その根拠がどこにあるのかというと、大日経愚円本における東照学の真言の言と妙と句との相は、等とある経下がそれであるとして、お経の中のポエムですね。大師自らこれを引用し、これを釈せられているのである。大師によると、ここに東照学、等しく正しく悟ると書きますが、東照学というのは一切を包み一切を貫く発心物のことで、これがあらゆるものの実相である。
さらにその真言の言と名と句との相というのは発心仏の真実説法の語にして、それが生じである。さればこの教義は発心の真実説法の生じのいかなるものなるかを示し、この生じを通じて発心の実相に承入する趣旨を明らかにしたものである。したがってこれが本書の転居であるとするのである。この教義を大師が各解釈するゆえんは、この教義に続いて真言の如実相を説き、さらにその真言道の法門を説ける経文が書くなっておるからのことである。今それによると、真言の実相は仏のおのずから作ったものでもなく、他をして作らしめたものでもなく、もろもろの仏が出現したもうも出現したまわざるも、それは法にとして核のごとくに現存する。それが本寺の発心である。その発心は一切を包み一切を貫いているものなるがゆえに、ありとあらゆる一切のものは何一つとしてこの発心仏の働きの姿でない、動きの姿ではないものはないのである。しかるに世の人はこれを覚知せずして、おのずから迷い、おのずから苦しんでいる。それを救済しけどせんがために、この発心仏の実相に徹し、おのずからそれに合一せる一切の智者、一切の賢者が、賢者見るものですね、おのずから体験せる発心の自在人力をもって、発心の動きとしての本質を愚する世間の怨霊文字を力添えし、加持することですね、力添えし、これを通じて発心の実相に参入し継承しうるようにしたものが、あないしか等の真言の生じである。この真言の生じには、これを通じて発心の実相に参入しうるようにせる発心仏の加持力が宿っているのであるから、その真言の生じを加持心もしくは法門心といい、その加持の原動力となれる発心の動きそのものを勝間人とも言うのである。これらの詩種を大日教書に説明し、如来の真言の一つ一つの生じの実相は無仏無仏を問わず法にとして核のごとくなるがゆえに、これがすなわち本寺発心である。この発心をあまねく衆生に施さんがために、自在人力をもって法にの生じを加持するがゆえに、この生じこそが諸仏によりて加持せられたる法門心である。これを加持する発心はあまねく随類の心となってあらざることなし、このゆえに行者もし一心に体現してこの生じを感ずれば、仏の加持心を見ることができる。もし仏の加持心を見れば、すなわち仏の本自身を見る。もし仏の本自身を見れば、すなわちこれ行者自身なることを知ると言っているのである。本書の壁頭における大師の序説は、全くこの大日経並びに大日経書の諸説をほとんどそのままに開示せられたものと見るべく、かの道藩の生死実相義章の壁頭に、この生死実相の妙義に証拠ありやとの問題を提起し、大日経を支持するとともに、ここに引用せる大日経書の門を掲げて転居としているのも、その消息を漏らすものと言ってよいのである。第三節、発心の展開。大師の宗教は発心仏の説法を強調するところに特質がある。その発心説法を最も具体的に取り扱っているのが本書である。その本書において説法の主体たる発心をいかに見ておられるかというと、真言の生じを通じて表現せられるものが諸法の実相であるとともに、その一切を包み一切を貫いている法そのものの実態が発心であるとせられている。それは本書の至るところに伺うことができるのであるが、しばらく大日教の教義を釈するところによると、あの声はいかなる名を呼び表すのかといえば、
不肖としての、不肖、生じないとしての発心の名を呼び表すのである。すなわちこれが生の上の字である。この字の表す発心とはいかなるものかというと、それは諸々の法の本来不生なることを言うので、その本来不生の理がすなわち実相であるとしているのである。これは真言の如実相を説ける大日経の経文に、この真言の実相は一切の諸仏の所作にもあらず、倒して作らしめたものにもあらず、また随機せられるものにもあらず、何をもってのゆえにとならば、この処方は法にとして核のごとくなるをもってのゆえである。もしは諸々の如来が出現し、もしは諸々の如来が出現したまわざるも、処方は法にとして核のごとくなるを諸々の真言というのである。等とある師種に基づかれたことは明らかである。しかるにこの有仏無仏を論ぜず、法の実体の常住なることを説けるは、ただに大日経のみではなく、古くは増阿言経において、すでに縁起の方は我が所作にあらず、また余人の策にもあらず、しかも如来が世にいずるもいでざるも、崩壊は常住なり等と説かれているのである。してみると、この大日経における発心の思想は、その源を釈尊浄土の内容たる縁起の方の思想に発するものと言ってよいのである。しかもその初期においては、この縁起の方を体得せる釈尊の凶暴を発心と言っておったことは、その縁起法を説ける下樹を発心下と言っておることからもうかがわれる。それが展開して通と第四に、いわゆる信仰とか発祥とか北海とかを発心というようになってきたのである。大師の宗教における発心は、これを呼ぶに信仰とか発祥とかの語を用いないわけではないけれども、それは通と大乗仏教などに言うごとき固定的な静止的な抽象的な原理ではなく、常に一切を照らし、一切を生かし、一切を創造している善逸としての宇宙の生命体を指すので、大師はこれを活魔神、トガノー訳では技の実、技、動くっていうか、何か行動をするとか、そういう働きをなすかな、活魔神とも称している。この技の実が随類の諸々の神となって至る所に次元し、あらゆるものを生み、あらゆるものを育て、あらゆるものを含んでいる。その動きがなすこと、語ること、思うことの神秘の三作用としての発心の三密である。したがって大師はこれを本能の三密とか本能の三人とかの語を持って呼んでいる。それで大師のいわゆる発心は、一面からはその三密の表現たる見ること、聞くこと、書くこと、味わうことなどの六人世界の広い意味の文字を通じて、その神秘を掲示する訪問心であるとともに、また一面からはあらゆるものを司り、あらゆるものを支配する霊覚者としての技の身でもあるので、この人と法との、人と法とのですね、両面を一体としているところにその本質があるのである。第四節、成仏と実相。我らの見るもの聞くもの、何一つとして発心の呼びかけであり説法でないものはないと言っても、心の目の開けないものにはその発心の姿を見ることができないし、心の耳を持たないものにはその発心の説法を聞くことはできないのである。いかに宇宙の真実相を示さんとしても、カラスの目はただ朽ちたることを見、犬の心は汚らわしき孔にふける、蚊にふけるかな、大師がかっぱせるごとくに迷える世の人は、その真実相を見ることも嗅ぐこともできないのである。今の引用句はですね、小領集の第一、山に遊びて線を慕うですかね。
これは全くその通りで、我々はわざわざその汚いものを見ようとする、耳によろしくないことを聞こうとする、心に楽しくないことを考えようとしてしまっているんじゃないかなというふうには思います。さあ続き、そこでこの発心の姿を見、その説法を聞きうるためには、この宇宙の真実相に目覚め、この個体としての自己の底には、いつもこれを超えた世界的な歴史的なものが脈打っているということを、ただ頭の中で理解するのみではなく、全身全霊を捧げてその実相に溶け込み、それに合一して生きるようにせねばならぬ。それが宗教的体験であり、大師のいわゆる即身成仏である。はい、純パパさん、こんばんは。お茶ありがとうございます。覗いていただいてありがとうございます。いえいえ、こちらこそお聞かせくださいましてありがとうございました。お邪魔いたしました。さて続き、この成仏の体験なくしては、いかに発心説法を口にしたところで、その真実相を了解することは難しい。そこで大師はまずその前提として即身成仏義を表し、ついで本書を書かれたのである。そのことは本書の中において、この真実その数無量である、それは即身義の中に釈するが如しと言い、また五代の義は即身義の中に釈するが如し等と言ってあることからして、伺うことができるのである。この大師の即身成仏義によりて、少しでも心眼を開き得た者には、心眼、心の目ですね、この宇宙に対する見方が異なってくるべきはずである。それはかの一水試験の例えのごとくに、一つの水でも人間が見ると水の他はないのではあるが、魚が見ると己の住まいに見え、天人が見ると瑠璃に見え、瑠璃じゃなくて、私これ針じゃないかなと思うんですけどね、水晶に見える、まあ宝石に見えると、餓鬼が見ると火に見えるようなものである。我らの住んでいるこの世界も、普通の人の目には何らの魅力のない石や土の堆積せるものに過ぎないのであるが、ひとたび神秘の宗教体験を得て心の目が開けると、すべてのものが神秘の霊光に輝き、あらゆるものを通じて発心の霊体に接し、その説法を聞くことができるのである。ただに心からの真理に、心の耳にですね、発心の説法を聞きうるのみではなく、おのずからその発心と合一し、発心の自在人力を身につけて、世間普通の言語文字はもちろん、宇宙に存在する一字一物を価値して、それを表示とし象徴とし、これをもって発心の真実相を他に伝えることができるのである。その自在人力をもって価値する上からは、あらゆるものがことごとく宇宙の神秘を啓示する仏の言葉となり、真言となってくるのである。本書において大師は、十戒の有情にそれぞれ言語文字があり、それが用い方によりて妄語ともなり真言ともなるということを説いている。すなわち衆生が明見のままに、迷いの見解のままに用いている言語は、これを大別すると、諸々の姿を基本とする 色界相言説と、諸々の夢を基本とする無言説と、諸々の偽りを基本とする妄言説と、大昔よりの迷いの移り香を基本とする習わしの言葉との四種になる。それが自在の舵力をもってする上からは、これらの四種の妄言説はもちろんのこと、宇宙に存在する一字一物がことごとく宇宙の神秘を開示する誠の言葉となり、真言となるので、これを大師はまた三つ号名字とも説かれているのである。三つ号、秘密の名前ですね。第五節、天地の経典。もし人があらゆるものを超えて、あらゆるものを形成し創造する発心物に目覚めることになると、この世界のいかなる事物も出来事も、単なる悲想の現れに止まるものでなく、その底にはいずれも言葉に尽くしえぬ神農の
深いですね。冷静が波打っている。感覚的なものは感覚的ならぬものを、知られたるものは知られざる何者かを、こなたのあらゆるものは彼方の隠れたるものを、というように、この世界に存在する一時一物、何一つとして発心物の象徴であり説法でないものはないのである。その発心物の説法を耳にし、天地自然の経典を読むことが密教本来の、真面目である、真面目である。ここで大師は本書において見るもの、聞くもの、嗅ぐもの、味わうもの、さては触れるもの、考えるものの六人世界のことごとくが法二の文字であり、発心の実相であると言い、法二の文字であるというのはあるがままの文字であると、発心の、法のですね、誠の姿である。この天地自然の動きがそのまま発心物の説法であり、法に自然の経典なるがゆえに、かの大山を筆とし、大海の牧水に浸し、絶対空の一点を万象として書き示したものが自然の経典であるとともに、天地はそれをいるる箱であるとも説かれている。音もなく光もなく、常に雨土は欠かざる経を繰り返しつつあるのであるから、これは二宮尊徳のなんか背負ってる人ね、最近はなんかあんまり見かけないようでございますが、音もなく可もなく、常に雨土は欠かざる経を繰り返しつつという歌でしょうか。もし人が発心の実相に目覚め、古賀にとらわれる名習を捨てて、直にに物の中に従し、物と共に生き、物と共に流れ、物と共に働くということになると、発心物の説法が自然に自打を打ち、法二の経典が厳然に展開せられてくるのである。この書かれざる天地自然の経典を法二上合の経本といい、これを読み得た者が、その天来の妙旨を伝えんがために、世間普通の文字をいろいろに工夫し考案して、それを理解し未得しうるように書き示したものが、世間に流布する大日経とか金剛長行とかいうごとき秘密の経典で、これを文殊の経本、もしくは随縁の経典というのである。これを本書の転居となりたる大日経には、東照学の一切の知者、一切の賢者が出現したまえると、その時その保証は主樹の道と主樹の施策等をもって、主樹もろもろの世の人の願いに従おって主樹の語と主樹の文字と主樹の随法の言語と主樹の母音との中に両下しうるように家事して真言の道を解きたもうと示してあるのみである。つまり心眼を開いて、心の目を開いて、法に自然の経典をば経本をば実のごとくに読み終えた一切の知者、一切の賢者がこの世に出現するとともに、この保証たる法に自然の真実をそのままに両下し理へしうるように、いろいろの恩情文字をいろいろに、考案し活用して、先説したものが真言道であり真言密教であるというのである。この師匠をさらに具体的に明らかにしたものが本書一巻である。すなわち本書の序説によると、如来の説法は必ず恩情文字によるのである。その恩情文字の存在する意義がどこにあるのかというと、検問即知の六人の世界を実のごとくに説明するところにある。その六人世界の真相いかんというと、世界の底から発心物の呼びかけ、働きかけとしてのなす、語る、思うの三方面における神秘の動きがそのまま実相である。その実相を実のごとくに理恵し体験したものが仏であり、それに迷うものが衆生である。そこでこれらの
使用する音情文字の上にも自然に真と妄、誠と乱りがある。迷える衆生の持ちうる者は実相を把握しえざる虚妄の者に過ぎざるがゆえに、それはことごとく妄であり、各者のそれはその一つ一つがいずれも実相をあるがままに示すものなるがゆえに真誠である。さればこの悟れる如来がその真実語をもって迷える衆生を導くために、種々に方便し工夫して法に自然の実相を実のごとく示したものが大師の真言密教であるというのである。第6節、本書の節操安念の八科比録によると、本書を文字実相義としてかの即身成仏義とともに引用している。これは六人の文字を通じて発心の実相を開示することを明らかにせる本書の内容から題名を付したもので、おそらくこれは安念が私に名付けたものであるらしい。本書の真実の題名が生死実相義であることは、大師が自らこの題名を釈せられていることからも明らかである。この題名のもとに本書はいかなることを内容とせるものなりやといえば、それは発心説法の真言の生死を扱ったもので、広い意味における文字、すなわち見るもの、聞くもの、嗅ぐもの、味わうものなどの六人の文字の表現がそのまま発心の説法に過ぎないということを説いたものである。それをいかなるふうにいかなる順序に叙述してあるのかというと、一つには叙意、二つには釈明体意、三つには問答となっている。その中で本書の根幹になっているのが生死実相の大義、すなわち生死実相の主体とは何か、その義由は何かということを説ける一段である。その節操はというと、かの即身成仏義などと等しく、まず自ずから自ら叙述せんとする結論を下叙にして掲げ、ついでこれを釈する様式になっている。その下叙とは、五代に皆響きあり、十戒に言語を臆す、六人にことごとく文字あり、発心はこれ実相内、以上の四句四句一樹である、赤文字がついていますが多分終わりません。少し延長すると思います。皆様から寄せられたお布施をもとに延長させていただきます。ありがとうございます。この下樹の第一句第二句に次いで、六人にことごとく文字ありの第三句を釈するにあたり、その六人の中の識人を釈したるのみにて、四人の文字の説明はなく、すでに識人の文を釈し終わるの語をもって本書が終わっているのである。そこで本書は四人の、他のですね、識の他に証拠民俗法、ここのですね文字の説明がないのみでもなく、すでに、ちょっと待ってくださいね。発心はこれ実相なりの四句の説明もなく、また本書の壁頭に三つには問答とあるけれども三の問答もない。したがって本書は未完成の書であるとの説もあるのである。しかしこれをその当時の事情から考うるに、本書は真言宗徒の教科書として昭和2年正月22日付の三合土人制度の官府にまで載せてあるのだから、それが未完成の書ということはないはずである。六人の文字の中、ただ識人の文字の釈のみで四人のそれがないのは、それは識人の文字に順次せしむるためで、半差にわたるがゆえにこれを略したまでのことである。密には問答として指示せる、その問答とは本書の巻末に簡単ではあるが極めて重要な問答がついている。それは即身成仏義における六大能生の問答と等しく、五代五式をもって印とする
あらゆる姿を超えた形以上の発心が形あるものとして、脳家と諸家と諸従との三種の世の中を生ずることを説いたもので、この問答の中に自然に発心はこれ実相なりの四句が釈せられているのである。ただ本書の最末にある「すでに識人の門を釈し終わる」の語があるために、この問答までが識人の門字に付随するもののように考えられたのであるけれども、おそらくこの語は識人の門字の、儒における最後の句たる、よく迷いまたよく悟るの句を釈し終わりたるところにあったので、それでことごとく識人の門字を釈し終わり、それから問答が始まっておったのである。それを大師の後、後から、遠からざる時代に本書を書写した者が、この医釈識人門橋の、すでに識人の門を釈し終わる、この語を脱落し、これを最後に書き添えたものがそのままに伝わったものらしいのである。してみると、本書は決して未完成の書ではなく、大師が本書の壁頭において指示する叙意と釈明大義と問答との三家いずれも完結して隠るところはないのである。したがって今この現代語の生字実相義においても、この立場の上からそれを意訳しているのである。第7章、本書の中書。平安朝において発心説法とか生字実相とかいうようなことが問題にならなかったわけではないけれども、これらの問題の基本たる、本書を叙述し、これを仲介するまでには至っておらない。したがって本書の中書は鎌倉時代に鎌倉時代に始まるものと言ってよいのである。今その、中流の主要なるものを著者の年代別に連ねることにする。というわけでですね、ずらーっとですね、20巻以上の書が載っていますが、まあこれは、これはもう省略をいたしましょう。ユカイさんのものがいくつもありますね。じゃあこんなところにいたしまして、私ちょっと今日はかなり眠いので早めに休ませていただこうかな。ですね、一応これを読み終わりましたので、あとはですね、素読ですね。素読とざっくり訳、を淡々とですね、ノンストップで、でも、そうですね、2回ぐらいに分けてですかね、素読をさせていただいてですね、それから雲字義に入れたらなと思います。じゃあ今日は早めですけど、この辺にしましょうか。ギャテギャテアラギャテアラソギャテボニーサカギャテギャテアラギャテアラソギャテボニーサカギャテギャテアラギャテアラソギャテボニーサカハニヤ神行ナムダイ神行今後ナムダイ神行今後ナムダイ神行今後ナムダイ明神ナムダイ明神ナムダイ明神元日祝徳不義を異彩が東洋諸城皆無常仏道。はい、それではおやすみなさい。良い夢を。オンバザラシャンティウン。また明日。ありがとうございました。